この中でマレーシアから出国した容疑者はすでに平壌に到着しているとしたほか、拘束中の容疑者の女2人は犯行後にトイレに行って手を洗っていることからも、犯行に使用したものが毒物だと認識していて暗殺の訓練を受けていると述べました。供述については明らかにしませんでした。この他に事件に関わった男の1人は北朝鮮大使館の二等書記官だったと明らかにしました。またジョンナム氏の家族とはまだ接触ができておらず、北朝鮮大使館を通じて遺族の DNA の提出などを要請している。しかし北朝鮮大使館からの協力は全く得られていないと強く批判しました。